ノエミル・ノワールは、フランス出身のファッションモデル及び女優。176.5センチメートル、86.5から61から89でジュリス出身。父親は、フランス人で、母は、マダガスカル・ケーレ・ユニオン人。エルや、スポーツ・イラストレーテッドなどの有名雑誌への登場や、ハイファッションブランドの広告への露出などから、特に著名。グッチ。 ロレアル、ネクスト、ギャップ、トミー・ヒル・フィガー、ビクトリア・ズ・シークレット、マークス・スペンサーなどとの仕事が知られてきた。巧妙な写真家、アニー・リー・ボビッツの企画による世界で最も成功した黒人モデルたちの特集にその名が登場したことがある。パリ近郊の、いわゆる万流育ち。17歳当時の1997年に、 自宅近辺の郵便局で、モデル事務所、フォードモデルズの手配師から声をかけられ、それをきっかけに、モデル業を開始。防具、エル、コスモポリタン、並びに、マリクレールなどの有名雑誌の表紙や、スポーツイラストレーテッド水着特集号のモデルを、過去6回、ビクトリアズ・シークレット、キャップ、ラルフローレンや、グッチなど数々の有名ブランドの広告や、 ファッションショーのモデルなどを務めてきた。女優業も行っており、映画、ラッシュアワー3では、重要人物にあたる、ジャンビエーブ役で出演。坊主頭も披露した。元恋人は、元サッカー選手のクロードマケレレ。二人の間には2005年に生まれた息子が一人いる。30歳当時の2010年5月、パリ郊外の森の小道で、意識不明となって倒れていたところを、 犬の散歩をしていた通行人に発見された。大量の酒と薬を服用しての自殺未遂とみられた。後に本人も自殺未遂であったことを認め、それについてとにかく本当に、本当にバカなことをしたと述べた。動機については明確に語ることはなかったものの、私生活や仕事上の悩みが原因であったものと推測された。ちょうどアンブローズ・オルセンの自殺。 キムダウルの自殺、ヘイリー・コールの自殺、ルスラナ・コルシュノワの自殺など、ファッション界に悲劇的な自殺事件が相次いでいた時期であったことから、この事件もそれらと同じ文脈において語られたことがあった。ありがとうございます。